中日のダヤン・ビシエド内野手、35が今期限りで中日を退団する。加藤博之球団本部長が6日、来期の契約を結ばないことを明かした。9年間在籍したチームを去り、他球団でのプレーを模索する。ビシエド、通算1012安打、139発、中日時代の成績が一目でわかる年度別表、表。 慣れ親しんだチームを今期限りで去る、2016年の来日から中日で9年間プレーし、今期が3年契約最終年のビシエード。この日行われた今期最終戦後に加藤球団本部長が取材に応じ、契約を更新しない旨を本人へ伝えましたと話した。ビシエードからは、9年間の在籍に感謝していますと話があり。 同本部長は、ドラゴンズのために頑張ってくれてありがとうと答えたという。ビシエドは16年に中日に入団、18年には首位打者、最多安打のタイトルを獲得し、同年から2年連続でベストナインに選ばれた。22年は中日の外国人選手では初の通算1000安打を達成。日本人扱いとなった来日9年目の今季は1軍での出場は15試合に止まり、 シーズンのほとんどを2軍で過ごした。中日での9年間通算では958試合に出場し、打率2割8分7輪、139本塁打、549打点の成績を残した。